県庁を訪れた3人の高校生アスリート。高岡高校3年の児玉ロンドさんはレスリングで、小津高校2年の山本ほのかさんはライフル射撃で、高知工業高校3年の山本亮太郎さんはパワーリフティングの全国大会でそれぞれ日本一に輝きました。このうち先月広島で行われたライフル射撃の女子ビームピストル60発で優勝した山本ほのかさんは、競技を始めたきっかけがコロナ禍による休校だったと明かしました。すごいですね、4年でここまで。そうでしょうか。競技生活わずか4年の快挙をあっけらかんと振り返り、会場を沸かせました。先月埼玉で行われたパワーリフティングの全国大会で59キロ級で優勝した山本亮太郎さんは、高校で水泳部に所属しています。体を鍛えようと父親の知り合いのジムを訪れたことをきっかけに、パワーリフティングにのめり込むようになりました。優勝した時は、その記録が正直、目標よりはだいぶ下回ってたので、どっちかっていうと悔しかったっていう気持ちが強かったです。レスリングの児玉さんは先月新潟で開催された全国大会に92キロ級で出場、県勢初の重量級優勝を成し遂げました。オリンピック選手が高知県で2人決まってて、やっぱ背中を追いかけて自分もオリンピックに出場したいなと思っています。3人はさらなる飛躍を誓っていました。